Welcome to ThinkTech Hawaii. こんにちは、ハワイ。A Japanese language broadcast, streaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I'm your host, Yukari Kunisue. And joining me today in the studio is Ms. Kazuyo Takagi. She's a certified hypnotherapist in Hawaii. 皆さん、こんにちは。Honolulu のダウンタウンから ThinkTech Hawaii が日本語でお届けしています。こんにちは、ハワイ。ホストの Kunisue Yukari です。今日の放送は、潜在意識にアクセスすることで、心と体の癒しをもたらすユニークな心理療法、催眠療法。その催眠療法師の高木和代先生にお話を伺います。実は私も催眠療法の、資格を取らせていただいて、今日は高木先生からお話を聞くのを大変楽しみにしております。先生、お忙しいところありがとうございました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、で早速なんですけど、催眠療法って言いますと、大体皆さんそれはこうテレビなんかで見て、なんかこうなんかかけられて、なんか自分が言いたくないことを言っちゃったり、なんか変な格好したり、動物になっちゃったりとかね、そういうふうに印象を持ってらっしゃる方が多いと思うんですけど、その辺はどうなんですか。そういうことをされるんですか。いや。催眠ショーというのは、これはエンターテインメントですから、催眠術師が、言った通りに、その催眠をかけられた人というのは、動くわけですね。なるほど。ですけれども、その方も、これはショーだというのをご存知なわけで、ショーだから人が見ている。だから、じゃあやりましょうというような、やっぱりその作用が働いてやってる。なんか期待に応えましょうですかね。そうですね。で、催眠療法というのは、これは先ほどもねおっしゃいましたけど、これは心理療法の一つで、で、催眠状態、催眠状態で心理療法をすると。はい。じゃあその催眠状態っていうんですけどね、催眠ってなっているので、皆さんなんか寝ちゃうのかなって思って。寝てる方が多いんじゃないかと思うんですけど、寝ちゃうんですか。寝はしません。しません。寝ないです。はい、意識は普段よりもっとはっきりとしていますね。意識はもっとはっきりとしている。はい、ですから、ただそれはすごくリラックスした状態なんです。ですからリラックスして、そして何かに集中していると、催眠状態、これは変性意識とも言いますけれども。変性意識ですね。変わった。性格のせいですね。そして、トランスって呼ばれている状態に入りまして、その時にですね、意識という、ありますよね、自分たちが思っている意識というのは潜在意識といって出ている意識って意味ですね。そうですね。こう考えたりする時に、これが私の意識、意識があるっていうふうに思うのは潜在意識と呼ばれてて、理論的なこと、それから知性とか、それから思考とか分析とか、そういったものを司っている、意識なんですね。で、それは 100% の意識のうちの、10%。10%。あとの 90% はどこにあるんですかね。あとの 90% は、その下に深く深く、沈んでる潜在意識と呼ばれるものなんです、ね。で、そこはですね、私たちのその今までの、記憶、体験、それから、感情、感覚、そして、ちょっとスピリチュアル系といいますかね、そういったものもそこにあります。その 90% の中に何か潜んでるわけですか？潜んでるんですね。普段はですね、こうクリティカルファクターって呼ばれている膜がその潜在と潜在の間にありまして、外界というか外からの刺激が、中に入らないように、あるいは中で辛い体験をしたその思い出、それがこう上に簡単に上がってこないように膜があって開いてないんです。じゃあその忘れたい記憶なんかはもうそこに入って、そうなんです。鍵が閉まってるみたいな感じですかね。そうですね。でも催眠に入りますと、そこが開いてそして潜在意識と潜在意識がつながった感じですね。ですから私たちは潜在意識もありますので、記憶はその間に経験したことっていうのは全て覚えています。そして話したことも全部覚えています。もうすっきりと目覚め、帰ってくるときには目覚めるんですけども、何かちょっと旅に
潜在意識の世界に旅をする。で、面白い感じですね。セラピストと共にその旅をするというふうに、はい、なるほど、はい、まあ、ちょっと難しい言葉が出てきましたので、ちょっと説明させていただくと、潜在意識というのは記憶の中に 10% しかない、働いてない部分で、あと、の 90% を潜在意識、忘れていることもあれば、記憶もあれば、そんな感情もあると、でそれをそこを膜があるとおっしゃいましたけど、膜が開いてですね、そこにセラピストの方と自分の心の中、記憶の中に、旅行するような感じということですね。はい、ちょっとなんかこう聞いてらっしゃる方、知ってらっしゃる方はそうだと、そんなことはないと思うんですけど、初めて聞いた方はなんか怪しげっていう、なんだそれはっていうふうに思う方もいると思うんですけど、そういう反応っていうのは、クライアントさんや患者さんからありますか？怪しいという感覚はないですね。ないですか？というのは、クライアントさんは何かこう解決したい、何か答えが欲しい、あるいは改善したいと思われて来られるので、その怪しいというよりも、こう体験したことによって答えが見えるんですね。気づきが起こるんです、そして気づきが起こると、それが癒しとなりますので、その後、前よりもね、催眠以前よりも、ずっとこう自分というものを大切にする、それから自分の生きたかった生き方を生きようというふうな、気持ちに変わりますので。なるほど。今じゃあ問題とおっしゃったんですけど、例えばどういう問題を抱えていらっしゃる方が催眠療法を受けるんですか？そうですね、暗示療法ですと、不眠症を治したいとか、不眠症、それから禁煙、はい、禁煙とか減量とか、体重を減らす減量ですね、ダイエットみたいな感じですかね。それから人前で上がる、その上がり症を治したいとか、自信をつけたいとか、そういった、暗示療法ですとそういうものがあります。だいたい自分のなりたい自分になれる、なるほど、それから対抗療法の方ですと、前世療法といって、前世に旅をする、前世に旅をする、それもですね、自分が今抱えている問題に関連する前世、前世といってもいっぱい自分たちは経験しているわけですけども、その関係するところに入っていくんですね。なるほど。じゃあそこのお話に行く前にですね、今暗示療法とそれから対抗療法という話が2種類出たようなんですが、その暗示療法の方からちょっとお聞きしたいんですけど、今タバコをやめることとか、体重を減らすこととか、その自分が上がることを直したいとかって、なんかすごく難しいような気がするんですね。そういうのを変えるっていうのは、特にタバコ禁煙を、皆さんタバコを吸ってる方で、禁煙をしたいと思ってやってらっしゃる方多いんじゃないかと思うんですが、なかなかうまくいかない。それがどのくらいすると、どのくらいやると1回で治っちゃうんですか？いや、1回では治らないです。習慣を変えますので。習慣を変える、それが暗示療法ですね。そうですね、暗示療法の場合は、5、6回は続けていただく、1時間ぐらいのセッションですね。どのぐらいのこの、なんていうんですか、1回やっていただいて、なんか待って、また1週間とか1ヶ月とか、どのぐらい待ってやるもんなんですか？普通は1週間に1回していただくんですけれども、じゃあちょっとカウンセリングみたいな感じですね。そうですね、で、その間に少しずつ減らしていく、少しずつ目標に近づけるというシステムを取ってるんです。急激にその目標まで行くんではなくて、こんな感じではないんですね。ですから、ダメですね。2ヶ月ぐらいですよね。2ヶ月ぐらいで変えていく。じゃあ不眠症の方なんかも、だんだん寝れるようになるみたいな感じでしょうか？不眠症はですね、すごく簡単に治る場合もあるので。簡単に治る、はい、認証の方はよく聞いておいてください。受けられると、テープをね、テープというのはちょっと昔の言い方です。音声ですか？音声を録音したものを、自分がこう暗示を、私の声で暗示をかけている音声を、お家に持って帰って、そしてそれを聞かれて、そのまま、寝ていただくということは、そのセッションを受けた後に、なんかこう宿題の音声をもらって、
それを帰って、はい、それを先生の声を聞きながら寝ると、そうです、寝れちゃうと。そうです、セッションと同じようなことを、はい、まあ、家で再現する、はい、それを毎晩やはり続けないと、これは自己催眠というんですけれども、自己催眠、はい、自分でやはり毎日繰り返す、そうするとだん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 定着していくんですね。なるほど。1回だけやってそれはなく、1回だけですと定着は難しいです。じゃあやっぱりこうちょっと1回なんていうんですか、3日坊主みたいな人は催眠療法はちょっと難しいんでしょうかね。いや効かないでしょうか。ですからまた、はい、来ていただきますので、また行くそうです。来ていただいた時にどうでしたか、はい、で、まあ、うまく受けられなかった、はい、っていうのはじゃあどうしてでしょうって、それは少しカウンセリング的なことをして、はい、もう一度ですからそれをお家の方で毎日やられる、ええ、はい、で続けると、続ける、はい、絶対諦めない、はい、絶対諦めないでください。で、そのもう一つの対抗催眠ってとても面白い話題なので、もうちょっと時間を取りたいと思うんですが、その前にですね、まあ高木先生の、バックグラウンドっていうのはもともとそういったことをやってらっしゃったんですか。なんでこの道に入ろうと思ったんでしょう。いや私はですね、はい、心理学にすごく興味があったんですけれども、はい、勉強を始めたのは、はい、もう本当だいぶ年を取ってから始めました、はいはい、それでその時は普通の、はい、普通のと言ったらあれなんですけど、心理療法で形は、はいはい、カップルセラピーとそれから家族療法ですね、はいはい、なるほど、そちらの方の資格を、はい、取る予定をして、はいはい、勉強していたんですけども、ある時、はい、クラスメートが、はい、こういうのがハワイに来るよと、はい、来るよ、はい、で先生がなんか集中講座みたいな、はい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 、集中トレーニングっていうんですか、はい、1週間ぐらいの、はい、毎日12時間ぐらいあって、とってもハードだったんですけど、うんうん、でそれは PTSD に使う、はいはい、催眠だったんですね、はい、催眠療法で、その講座を取りまして、はい、それで催眠、その前から、はい、私はトランスパーソナル心理学はい、いう心理学の、はい、ちょっと専門的になりますけどね、はい、まあ、潜在意識とか無意識とかっていうものを扱う、はい、心理学なんですね、はい、個を超えるということで、はい、でその心理学にとっても興味がありまして、それが一番、まあ、自分もいろいろ受けたんですけれども、はい、そのやり方が本当に一番なんか納得がいったというと、そこでつながったわけですね。そうです。で、とても面白い話題なのでですね、ちょっと少しお休みをここでいただきまして、はい、後半また続けてお話を聞かせていただきたいと思います。 We're going to take a short break here and we'll be right back. 日本語でお届けしています、こんにちはハワイ。ここでちょっと休憩をいただきます。 We'll be right back. Hi, I'm Rusty Komori, host of Beyond the Lines on ThinkTech Hawaii. My show is based on my book also titled Beyond the LinesAnd it's about creating a superior culture of excellence, leadership, and finding greatness. I interview guests who are successful in business, sports, and life, which is sure to inspire you in finding your greatness. Join me every Monday as we go beyond the lines at 11 a.m. Aloha. Aloha, I'm Cynthia Sinclair. And I'm Tim Apicella.We are hosts here at ThinkTech Hawaii, a digital media company serving the people of Hawaii. We provide a video platform for citizen journalists to raise public awareness in Hawaii. We are a Hawaii nonprofit that depends on the generosity of its supporters to keep on going. We'd be grateful if you go to thinktechhawaii.com and make a donation to support us now. Thanks so much. We're back from break. I'm Yukari Kunisue. And this is Konnichiwa Hawaii. Talking with hypnotherapist Kazuyo Takagi. ライブでお届けしております。ThinkTech Hawaii の日本語番組。Konnichiwa Hawaii. 今日は催眠療法士、まあ、英語でヒプノセラピストというんだそうですが、高木和代先生にお話を伺っています。それでは引き続きよろしくお願いします。先ほどの話ちょっと専門的になったんですけれど、はい、まあ、そういう心理のバックグラウンドが終わりになって、うん、で
その PTSD なんかを、うん、そのヒプノセラピーをすることで治った人を見たんですか？はい、はい、ですごくこうこれはいいと、はい、その方法というかその方は、はい、たくさんの、はい、そのアビュースされた、はい、性的虐待をされた、はい、若い女性なるほどを扱ってたんですけれども、はい、普通のやり方、うん、普通の心理療法ですと、はい、なかなか、はい、治らないんですけれども癒されないんですけれども、はい、まあ、この催眠療法ですと、はい、3ヶ月ぐらいで、はい、一応効果が現れて、なるほど、すごいですね、パワフルですよね。そうです、すごく何年もいらし、そうですよね、カウンセリングする人いますよね。そう、何年もね、はい、通われても、はい、それでも、まあ、なかなかね、はい、すっきりしないということは、すっきりしない、まあ、大変な心の傷ですからね。催眠療法は本当に効果が早く出るんです、ね、なるほど。で、すごくいいなと私が思うのは、うん、やはりお薬であまり、うん、まあ体にお薬を入れないんで、うんうん、自分の治癒力を引き出してみたいなところがいいんじゃないかなって思ったんですが、うん、はい、じゃあちょっと続けさせていただきますが、うん、まあ、そういうことで入られて、はい、でも効果がある療法ではないかということで勉強されて、うん、で、続けられているわけですが、先ほどの話にちょっと戻りますと、2つ種類があって、暗示療法、それから対抗療法というのが、そうですね、その対抗療法って言うと本当なんとなくまた怪しげな対抗っていうのはどういうふうに対抗しちゃうんですか？まあ、昔に戻るということですから、はい、年齢対抗という場合は、はいはい、自分が幼い時に戻るわけですね。でそれを再体験する、再体験する、はい、で本当のことが分かると言いますか、はい、子供の時って、はい、まあ、見てる位置というのが子どもの目ですから、はい、分からないことが多いんですね、うん、勘違いというのがすごくあって、でもう一度戻ってみると、はい、ああ、の時はああだったんだっていうふうにそれが見えるわけですよ。大人の自分が戻りますから、大人の視点で見る、そうです、はい、大人も一緒に戻るわけです、大人の自分が戻るわけです、大人の自分が一緒に対抗するっていうと、その記憶のところに、まあ、例えば3歳なら3歳に戻るわけですね、でそのこう下の方から持ってきて、でそこに大人の視点も一緒に戻るっていう、そういう感じですか？そうです、はい、そうです、大人の自分が今度はその子供の時の、まあ、体験をして、うんうん、その時に、うん、その周り の方たちというのは同じように反応しているんですけれども、はい、大人の自分から見ると違うわけですよ、はい、前自分が思っていた子供の時に受けた印象とまるっきり違っている、はい、それで、まあ、考えを変える、はい、ああそうじゃなかったんだ、実はこういう風だったからこういう風に、はい、でも自分はそう思ったんだっていう風な、まあ痛みを感じていらした場合だと、はい、あ、許してもいいかな、心の痛みですね、そうですね、心の痛みを感じていらっしゃる場合だと、はい、なるほど。で前世療法の場合ですと、前世ですね、前世に戻るんです、過去世というやつですね、ですこれは別に例えば仏教では輪廻といって前の世があったとしてますけど、うんうん、例えばそれを信じてない方もね、宗教とかでありますけど、うんうん、そういうこともできちゃうんですか？それは宗教上、うん、それを信じることはできないというふうにおっしゃって、うん、できなかったケースもあります。なるほど、はいはい、ただ他のやり方というか、ですから年齢対抗、うん、あるいは悲嘆療法というのも私はやってるんですけれど、悲嘆療法、悲しみの嘆くですね、そうですね、悲嘆療法、はい、その前世がある、うん、ないかということは誰にもわからない。聞かれますか、やっぱり先生は前世を信じてますか？これはありますね。あります、うん、私は前世はあるかどうかわからない、だけど、うん、前世を体験することで、うん、その問題が解決する、はい、じゃあ信じてなくてないと思っていても、うんうん、体験できちゃうんですか？できます。その問題、ね、はい、今抱えている問題と関連する前世に入っていきます。例えばよくある、まあ、手短で結構なんですけど、うんうん、何か例がありますか？どんなあれが、そうですね、はい、前世だと割と興味本位といったらあれなんですけど、自分が過去どういうね、はい、前世をしていたんだろう、別にその
悩みは特別になくて も、まあ、やってみたいっていう方も多いんですね、うんうん、私はお姫様だったのかしらみたいな感じですかね。で、すごく、お姫様だった方がいらっしゃるんですよ。いるんですね。お姫様だったんですですけれども、はい、その時に感じたことというのがすごく、はい、今の、はい、その今世で彼女が、はい、面している、はい、直面している問題に役に立ったんですね。じゃあお姫様に戻るとですね、ええ、お姫様の感情が分かるわけですか？いや、そうではないです。お姫様といっても人間ですので、はい、いろいろな問題を抱えているわけなんです。なるほど。で、はい、まあその方は、うん、自分がやりたいことをやるということを、うん、まあ、気づかれた。あ、お姫様はできなかったわけですね、はい、いろいろ、あ、なるほど、いろいろな、まあ、制約があって、制約があって、はい、お城の中にいてラプンツェルのようにそうです、ね、閉じ込められたりしてですけれども、はい、まあ、それを、はい、彼女は、はい、気がついたというか、まあ、その前世の自分から教えてもらった、はい、前世の自分。その人はその前世があるっていうことは信じてたんですか？多分信じてらしたかどうかはちょっとわからないですね、うん、まあ、でも好奇心を持って、好奇心を持ってらした、はいはいはい、自分は一体何だったんだろう。なるほど、うんうん、じゃあそのまあ信じる信じないっていうよりも、うん、そういった体験を療法士の方と一緒にさせていただいて、うん、そこから何かの気づきが今の人生にあるそうです、ね、今の自分に役に立つ気づきが得られる、うん、はい、ですから前世の場合は、うん、何かこうなんかやってもうまくいかないし、なんか楽しくないな、この人生で、この人生でね、はいはい、で人間関係もうまくいかないし、はい、仕事もあんまりやりたいことじゃないみたいだ、うんうん、と思われてるような方、うん、はい、そういう方が、はい、まあ、受けてみると、はい、本当の自分というものが見えるんです。なるほど。前世でも同じようだったかもしれないですよ、はい、ね、やることやんないで我慢してたみたいな。その前世の自分は、はい、こういうふうに生きたかったと、死まで行きますので、はい、死ぬところまで、死ぬところまで行くそうです皆さん、はい、そして死後ですね、はい、死後その今世の自分と対面をして、はいはい、そしてまあどうしたかったか、気づきがあるかとか、そう、はい、自分はどうしたかった、それから、まあ、今世の自分はじゃあこういう人生を生きていきたい、はい、そこは、まあ、カウンセリングのような形になるんです。なるほど、はい、まあ、初めての方は一体それは何じゃっていう感じでお聞きになってるすいません、まあ、私もトレーニングを受けているのでふんふんと言って聞いてますけれど、まあ、かなり強力なパワフルなやり方だと思いますね。で、まあ、よく聞かれるのがですね、うん、その死まで行くとおっしゃったんですけど、はい、死、怖いとか、うん、嫌だとかっていう、うん、そういう反応はないですか？それがですね、はい、その時、うん、死を迎える時には、はい、ほとんどの人はそういう反応がないですね。ないですか？死ぬとすごく楽になるので。楽になる、ええ、はい、で、その死ぬ臨終の場面というのも体験するんですけれども、はい、もう心はすごく平穏で、はい、そして大切な人たちが、うん、まあ、周りにいてくれて、はい、で悲しんでくれて、はい、で死んだ後中間世という場所に行くんですけれど、はい、中間の世ですね。中間の世です。今世ではない、前世ではない、中間、はいはいはい、その中間で次の、はい、世ですね、はい、次の世までそこにで待っているわけです。待合室があるという感じでしょうかね。はい、待っている人もいるそうです。で、そこではですね、はい、同じように亡くなられた自分の大切な方たちと会うこともできるんですよ。はい、あ、それやっぱり、ね、その想像で会ってるんですかね。何なんでしょうかね。それは分かんないですね。で、その方には本当に感じられるんです。本当に感じられる。それと私が使うのは、はい、人格交代というやり方を。人格交代、はいはい、人格交代というのは、例えばその他の人になってみましょうというふうに人格が変わって、その方と話ができるように、はい、あ、交代をするんですね。そうなんです。交代っていうのはこういう交代ですね。そうです、はい、ですからちょっと
これもちょっと専門的になるんですけど、はい、エンプティーチェアというような手法がありますよね。はいはい、心理学でよく使うやり方ですね。はいはい、でその目の前に誰かが座っていて、うん、その人と、いないんだけれども、はい、その人がいるような感じで話をすると。で今度じゃあ交代してあなたが座ってみましょうというような、はい、そのやり方と似てるような気もします。なるほど。ですけれども本人は本当にその方になった気がするんです、はい、なるほど。そしてその方が目の前にいるというふうに思ってらっしゃる、はい、もう大変こう興味深い話題でですねもっと体験してみたいという方、それからもっと知りたいという方はですね、ちょっと今、高木先生に紹介をしていただきますので、ウェブサイトを見ていただくなり、それから連絡をしていただくなりということを、ちょっとじゃあ説明していただいていいですか。どこのウェブサイトを 見たらいいですか。それはですね、はい、ヒプノハーモニーハワイというウェブサイトなんです。ヒプノハーモニーですね、はいはい、日本語でやって出てきますか。日本カタカナでも出てきます。ヒプノハーモニー、ハーモニー、はい、ハワイ。で電話番号もありますか。電話番号は、はい、808-927-5043 です、はい、で予約を取っていただける。それから、はい、私の E メール、ヒプノハーモニー hi@gmail.com に連絡をさせていただける、はい、ということですね、はい。で先生はカイロアにお住まいですけれど、うん、例えばホノルルとか、うん、まあ、日本から来ていらっしゃる方とか、うん、そういう方のホテルのところとかに来ていただくことも、出張もあり得るということで、はい、よろしかったでしょうか。出張いたしますけれども、はい、出張費を、少しいただいております。出張費がかかりますまあでもとても面白い体験になると思いますし、また性格を変えたいとか、それからまあ、そういう悩んでらっしゃることがあるとかですね、私も実は同業ですので、おすすめします。大変面白いし、まあ、気づきがある、目から鱗の方もいますので、ぜひ体験をしてみていただきたいと思います。はい、今日はどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、はい、そろそろお時間が来たようです。高木先生、本当に面白い話題をありがとうございました。 Okay, we are out of time now.Takagi sensei, thank you very much for coming. Stay tuned for more shows in Japanese. Thank you all for watching ThinkTech Hawaii. I'm Yukari Kunise, your host. See you next time.